さあポイントに到着しました。僕の朝はヤブコギの草刈りから始まります。よし、なんとかもう明るくはなってきてるんですけど、なんとかギリギリ夜明け前には間に合いました。朝は寝坊してどうなることやと思ったんですけど、まあ特にね、まあちょっと急ぎはしましたけど、特にバッと飛ばすことなくね、安全運転で来れたんでね、よかったです。釣りっていう遊びでなんかね、不注意とか事故とかね、海辺の事故も交通事故もそうですけど、あくまでもね、娯楽っていう遊びの中のね釣りなんで、安全第一でやりましょう。特に夏はね、海辺の事故も多いんで、しっかりライフジャケット、ライフベストとかね、つけれるとこはしっかりつけて楽しみましょう。でね、今日ね、なんでまたここに来たかっていうと、まあいつもね、今年結構通ってるポイントなんですけど、まあなんでそのポイントに来たかと言いますと、まあ一つはね、バイク調校、普通二輪免許取れたんで、バイクのね、調校をね、したいなと思ったのと、あとはね、ちょっと先日、ブルーブルーの方のロケがありまして、いい魚をバラしちゃったんで、ちょっとその魚をね、捕まえに来ましたよ。なんで今日も、この8月中旬の真夏なんですけど、アイザーっていう攻め気の釣りで行きます。アイザー 125F、レッドビア。まあちょっとね、手前からもうね、下手したらね、釣れるんで、まあ、めちゃめちゃチャローなんですけどね。いやー、ロケはね、1回目がね、めちゃくちゃ水がなくて、雨が続いてなかったんですよ。ずーっとね、晴れ晴れ晴れで猛暑。そんな日で、で、2回目。初日1回目もね、魚釣れてるんですけど、まあちょっと1匹じゃーなーっていうね、まあ僕の勝手な欲なんですけど、もう1匹取りたいなーってことでね、もう1日ね、釣り行って。今度そしたらね、その日は水が今度増えすぎちゃって、雨跡を狙って行ったんですけど、逆に水が増えすぎちゃってて、全然なんかこう、地形もね、変化もね、難しくなっちゃって。まあそこで1本かけたんですけど、で、それがね、バレちゃったんですよ。このアイザー、全部アイザーでかけてるんですけど。しかもね、あれはね、ここに僕が通って一番でかい魚だったんですよ。だからそれがね、めちゃくちゃ悔しくて、ちょっとまた近いうち来なきゃなと思って。近いうちというかもう今日何日？そのロケから2日後とかに来てます。ちょっと悔しくてね、悔しすぎたんでね、あのバラシは。逃した魚はマジででかかったっすよ。なんでね、まあその魚を取れるかどうかっていうのはして、まあまあ、そんなことはね、できないんですけど。あのサイズ80ランカぐらいあったんで、感覚的にですけど、ちょっとねその魚をね探しそうかなと。アイザー125、まあ今から1時間ぐらいがめちゃくちゃホットタイムです。ここのまあ全体的にそうなんですけどね、この時間帯というかこのまずね、ちょっとそこでね探ろうかなと。多分あそこやな、あの辺にいるんだろうな。よいしょ。暑い日が続きまくって、雨も降らなくて、カラッとした日にロケ行って、クソーってなって、もう水全然なくて、まあなんとか絞り出したんですけど、この時期でも。で、もう一回行こうって言ったら、今度その前の雨が予想以上の雨で、いや、水増えすぎだろみたいな。全然地形変化がわかんない。まあね、ある程度はね、もう場所で把握してるんであれですけど、まあ今日はね、そんな日の後、無事ね、普通、二輪免許、マニュアルもね取れたんで、ホンダのね PS250 っていうねバイクで今日は来ました。まあ、釣り車ですよね僕の。ワンオクはねほんとバイクがあるとね小回り効くんで、いろんなとこね行きやすいんで、まあ原付でもいいんですけどね、僕はやっぱちょっとね高速とかもね乗ってね、こういうとこプラッと来たいんで、普通に二輪免許を取って、よりね自分の行動範囲、あ、もちろん車の免許も持ってるんで全然あれなんですけど、より小回り効かせるためにバイクの免許取って、欲しいバイクも見つかったんで、お仕事頑張ってね、そのバイクをね買うっていうモチベーションがあります。レブル250っていうね、ちょっとアメリカンクルーザー系なんですけど、ってわかるかな。まあわかる方には全然わかると思うんですけど、まあざっくり言うとハーレーって言ったらわかるかな、アメリカンみたいなバイク、あんな感じのバイクです、ホンダので。あれの 250cc があって、でそれにまあキャリアとかつけて、でロッドホルダーつけて、で釣りバイクにね、釣り車にしたいなと思って、でなんて言ったってやっぱマニュアルなんで、やっぱねマニュアル運転したいですね。せっかくマニュアルで撮ったんで、あと僕もともとホンダの S2000 っていうねスポーツカー乗ってたんで、マニュアルのやっぱマニュアル楽しいんでね。今どんどんねマニュアル車が少なくなっちゃって、なんか遊べる車っていうのがほぼほぼないのかな、そんな感じですよね。まあね、その欲しいバイクを目標に頑張りますよ。今コドシャローに上がってる活性のいいシーワサがいたらねすぐ食ってくるんで、まあ、そういうとこから丁寧に探っています。よく飛ぶアイザー。やっぱり悔しい思いはね早いうちに取り返すというか、リベンジしに来ないとね気が済まないんで、まあそれが釣りの楽しさですよね。毎回うまくいかない、だからこそ何回も通って何回もチャレンジして
トライして、トライアンドエラーして、それでこう出会えた一匹っていうのはめちゃくちゃ嬉しいですし、経験になってそれがね自信にもなっていくと思うんで、釣りの醍醐味ですよ。それもダウンでね、結構ドダウンに投げて釣れたりするんですけど、このダウンでかける釣りっていうのはね、魚の口の中にルアーが入りづらいんですよね。要は流れに逆らって僕は引っ張ってきてるんで、で魚は多分進行方向からこう頭をね、右から左に流れてる流れで頭を右側に向けて構えてるんで、食おうと思った瞬間ね、僕はもうダウンに入ってるんで、こう魚の口からルアーがこう離れる巻きをしちゃってるんですよね、どうしても巻いちゃうと。なんで結構ね、魚の外にかかったりとかしちゃうんで、そうするとねバレやすいんですよ。でこの間のそれがね、ロケそれで外にかかっちゃって、結構ねかかりが浅かったっていうのもね、まあ一つの原因だったんですよね。本当ダウンで食うときはガンガン食うんですけど、そこだけがねちょっと難しいとこですね。やっぱ一番なんかね、口の中に入ってしっかりフックがね刺さってフッキングするっていうのがね、一番バレにくいねバイトになるんで、一本釣って気持ちよく帰りたい。前回の悔しさをここで晴らしたい。とりあえず全てが OK なわけじゃないけど、とりあえず前回のリベンジ調校ということです。初バイク調校&リベンジ調校ということで、今日の動画はお送りします。でね、こういう清流ね、川にね上がってくるシーバスっていうのはね、やっぱメスの個体が多いんですよね。まあいろいろ諸説あったりとか、村岡さんとかも言ってるんですけど、ベイトをたくさん食べて体を大きくして、まあ、卵をねたくさん産みたいっていうところからねあるそうなんですけど、まあそれも一つ諸説なんですけど、なんでこう清流で釣れるシーバスっていうのはね、結構ねサイズもねでかかったりするんですよ。すごい元気、やっぱここまで登ってきてね、ベイトいっぱい食ってる魚なんで、めちゃめちゃ元気なんですよね、トロクフルで。なんで一発サイズもね狙うこともできますし、めちゃめちゃ元気なシーバスに出会えるんで、この真夏8月でもすごいエキサイティングなね釣りをね楽しめますよ。今8月でしょ、でもあと1ヶ月半ぐらいしたらもう10月で、まあ、9月末ぐらいからもうワンオクもね、まあ、去年とかね一昨年もしっかりねベイト調査とかねして見てたんですけど、やっぱ9月の最終週3週4週目ぐらいからガッとね、旧江戸川とかにもね河口にもシーバスめちゃめちゃガッと入ってくるんで、まあ、もちろん今もいるんですけど、もっとねほんとびっくりするぐらい入ってくるんで、なんかもう明暗、舞浜大橋の明暗とかワンキャストワンキャッチみたいな入れ食い状態みたいな感じもなるんで、もう少しですね、もう少ししたらもうシーバスハイシーズン、逆に言えばみんな忙しくなる、釣りが忙しくなるシーズン。まああれですね、やっぱ初夏6月とか5月とかに比べたらだいぶこうこの時間帯でもね、やっぱそのボイルとかベイトがねこうざわざわライズしたりとか、そういうのがね本当になくなったんで、8月上旬にかけて下旬にかけて、だからね状況はね正直ねいいとは言えない感じなんですよね。そんな感じだよな。だからシーバスもね言ってもやっぱ数が釣れない感じにはねなってるみたいですね。はい、ちょっとルアーチェンジ、ナレージの65これでいきます。ちょっとバイブレーションレンジ入れてね、ちょっとボトム付近の方をね探ってみたいと思います。ちょっと上が全くダメだったんで、レンジをねがっつり変えてみます。ダメだ、釣れない。日もだいぶ上がって、多分4時半ぐらいからな、4時半ぐらいから釣りして、今6時半なんで、まあ2時間、結構みっちりね流していろんなね箇所打ったんですけどね、今日はワンバイトもないな。ちょっとだんだん状況が良くなくなってきてるのかなこれ。そんな感じですね本当に。あ、マズメ付近でシーバスボイルもなかったし、なんかやっぱ全体的になんかこうあれですね、ベイトのね活性的にもね落ち着いちゃってる感じがあるんですよね。どうしてもボラばっか跳ねてます。ボラはね元気にね、なんか今も横ぼやっボラいたんですけどね、ボラはねバカにするかのようにジャンプしてきます近くをまだ釣れねえのかよみたいな。はい、お疲れ様です。いやー厳しい、めちゃめちゃ厳しいですね。なんだろう、シーバスボイルも今日一回も見てないしね、なんかライズっていうライズもねなかったんで、まあ、ちょっと前まではね稚鮎とかすごいライズしたりとかして、そこにボイルバーンってシーバス出たりとかしてたんですけど、それもねなかったんで、なんかちょっと厳しくなったのかなって感じですね。8月入って、まあ、僕も8月ロケ、ブルーブルーの撮影でロケ来てるんですけど、
まあ、それもいないことはないだろうから、やっぱですね、それを探し求めていかなきゃなと思うんで、まあ、まだまだね、僕も通い足りないなっていう感じがしますね。まあ、今回の動画はね、ちょっと釣れなかったんですけど、これはね、一本しようと思って、まあ、初のバイクツーリング標高でもあるんで、まあ、ちょっと後ほどまたね、バイクの紹介をしつつ、なんか帰りに道の駅とか寄って、まあ、サービスエリアとか寄ってね、なんか、美味しいものないかな、なんて思ってます。まあ、そんな感じで。これから、まあ、シーバスは、どんどんいいシーズンになるかなと思うんで、どんどん企画的なものとか、皆さんに楽しんでいただけるような動画をね、撮っていきたいなと思うんで、今回はこの動画、ということで、またね、次の動画でお会いしましょうっていうか、まあ、まだちょっと続くんですけど、一旦ね、締めたいと思います。ありがとうございました。よし、ちょっとサービスエリアに到着して、一休憩して、帰ります。渋滞してるんで。朝もね、ちょっとご紹介したんですけど、僕の釣り車、釣りバイク、PS250 ですね、ホンダの。こんな感じです。このベージュカラーで統一して、ヘルメットも合わせました。こんな感じです。で、後ろはこのトランク。これ、荷台ボックスですね。結構でかいの。この中に今、ウェーダーとライジャケも入ってるんで、ベストですね。結構でかい船です。で、ここにロッドホルダー1個と、こっちもロッドホルダー2個ついてるんで、こうやって、バルバル99もね、入って、遠征も行けちゃいます。高速乗って。今、サービスエリア寄ってるんで、まあ、高速乗ってるんですけど、こんな感じですね。さあ、サービスエリアで、ちょっと休憩もしたんで、まあ、ここからまだ渋滞もありそうなんで、ゆっくり帰ろうかなと思います。本日もありがとうございました。